こんにちは、こんばんは、そしてさようなら。ゆっくりです。編集が遅れたことは気にせず、早速マインクラフトをプレイしていきましょう。おい、なんだよこれ。こんなのするの聞いてねえよ。誰だよこいつ。気象クソ、誰かだっけ。はい、こんにちは皆さん。トラップタワーできちゃってますね。すいません、データなくなってまして、投稿が遅れたのは、後で見学者が教えてくれます。は、なんで俺が。さて、コメントに書いてあったリクエストを見て作ってみました。でも、これ以上あれこれやってって言われたら、主が即死してしまいますから、当分はリクエストはできません。すいません、ですが村を大きくしてください。というのがあったので、それはやってみたいと思います。そしてこれは、資源が足らなかったからこんなのしか作れませんでした。どうですか？よかったらコメントしてください。あとゲームオンは消しています。マイクが繋がっていたので。そして、これはあの見てて楽しいトロッコ作ってくださいというあれを作ってみました。でもこれ、どこが見てて楽しいの？でもしょうがなかったんですよ。鉄は出てきても巧みにやられるし、洞窟なんて嫌いだっていうことなんですよ。そしてここには松明がない。まあしょうがないことだよ。ここはだって俺がケチって松明つけなくて放置してんだもん。え、じわっす。なんか10日前に配属された森蔵と野田です。どうどこれ課長、何するんですか。はい、野田、ちょっと何すんで。やめてやめて、今度行け。さてトロッコの試運転でもするか。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。見てて楽しい自殺のトロッコ、じゃない、見てて楽しいトロッコの始まりだよ。じゃまあ、スタート。あれ？スタートしない。あ、そうか。じゃあ、気を取り直してもう一回。なんやかんやで、村人に走らせることにしました。では、スタートです。それ。うわ、引っかかってるし、惜しい。大丈夫ですか？大丈夫だ、問題ない。あー！さて、あのマシーンどうなっているんだろう。久しぶりにここ来るなぁ。村人強制繁殖施設、じゃない、名前どうしようか。そうだ、視聴者に決めてもらいましょう。皆さん、よかったらこのマシーンの名前考えてみてください。ちょ、お前ら、何してんだよ。お前らは、まだまだここで。あー！な、ことや。わーお！など、
しなきゃならないんだよ。作った家、どうなってるんだろう。いや、そんなの知らねえよ。これはあれだな。男のパーティー、ってやつかな。しかもなんか、入り口のところ、荒ぶっとる。うわぁ、どうなってんだよ、そんなに、くっついたら。ほら、こういうことになるんだよ。皆さんも気をつけてね。いや、だから、招待券ってなんだよ。うわ、キモ。二階は？うわわわわわ。なに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 、村人か。二階もいるのかよ。では、ここで見学者がなぜ投稿が遅れたか、などを教えてくれます。だからなんで俺が。では、どうぞ。ああ、まったくあいつは何でも面倒いこと俺にさせる。しかも今回出番少ないし、ゆっくりのクソ。あ、どうもどうも、今回なぜ編集が遅れたか説明します。まず、親フラで、パソコン禁止、そして、虫のやる気が問題です。視聴者の方、本当に申し訳ありません。ってなんで俺だけなんだよ。ゆっくりも来い。え？俺もなの？では、皆さん、申し訳ありませんでした。というところで今回はおしまいです。それからあの線路、リクエストとと違う。というようなコメントが来そうなので直しておきました。では今回はそれを見て、おしまいとしましょう。じゃあみんな行ってくるよ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。あ、